それでは皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。で今日はですね、前回のレノジーさんのご提供の、ま、続きになるんですけど、はい、本日は、ま、施工編ということで、うん、天井にですねソーラーパネルを貼り付けたいと思います。はい、はい、実際にね、ま、それで、フレキシブルタイプのソーラーになるんですけど、それを、ま、天井に貼り付けます。で、皆さんね、天井とパネルの間にこういう断熱最近貼ってる方結構多くて、うん、で僕も参考にさせていただいてこれをね貼ろうと思います。はい、でこれはあのロールもので来てですね、こんな感じであの長い状態で来るんですけど、これをあのハイエースの場合屋根にこの凹凸があるんですよね。うんうん、でその幅に合わせて切ってあります。はい、まあ、若干ちょっとちっちゃめに、13センチぐらいでまあ切ってて、うん、今これがですね、これがあの13センチあるんですけど、13センチで切ってこれを貼り付けて、でこの凹凸の飛び出た部分に両面テープを貼って、へっこんだところにこれを貼って、こっちがま上になるんですけど、これ両面テープになってるんですよ。でこれを貼った上にコーキングを塗ってペタッと貼り付けようかなと思ってます。で一応あのソーラーパネルがあって、まあ、その際まで貼るんですけど、あのソーラーパネルの外面、一番外側より5ミリぐらい、あのこれが引っ込んだぐらいのところに貼り付けて、でこれをバックアップ材代わりとしてコーキングをソーラーパネルの周りに全部塗ろうかなと思います。まあ、この、 あのソーラーパネルとこ の、 あの外側の断熱の隙間があんまり合うちゃうと、例えば2センチとかね、コーキングを入れた時にあのコーキングがたくさんいるんですよ。なんかなるべくコーキングをあの節約して、まあ、効率よく使いたいので、あの外面の面より5ミリぐらい、まあ、大体控えたぐらいでこれをきれいに貼ってコーキングを打つと。わかりましたか？ OK です。はい、であとですね、はい、あとあのこの両面テープが本日使う両面テープになるんですけど、 3M さんのですねスコッチっていう超強力両面になります。はい、で一応天井はですね、車の屋根はすごい高温になりますので、耐熱用を購入しました。うん、で耐熱用はですね、これ何だろう、180度、うん、ですね、マイナス20度から180度まで対応してます。うん、3つでいくらぐらいだった？3000円ぐらい、1個1000円ぐらいだった、うん、だね、1000円ちょっとだったよね、ちょっと高めの、うん、だよね。まあ、やっぱ安心できる両面テープがいいので、ちょっと耐熱用で購入しました。はい、で一応このね、あの断熱材がやっぱり結構いい仕事をしてくれるみたいで、うん、あのソーラーパネル自体ですね、あの一番あの適正な温度、うん、最適な温度が25度らしいんですよ。うん、まあ、夏場なんかはもう絶対ね40度、50度ぐらいまでいくのかな、まあ、ちょっと分かんないですけど、かなり高温になると思うんですよね。うん、で、まあ、本来ならあの硬いソーラーパネルあるじゃん、うん、あの四角くフレームに入ったやつ、うん、ああいうのだったらキャリアの上に乗せて下を風が通るからあの冷却されて、まあ、いいと思うんですけど、まあ、今回は高さを出したくないフレキシブルタイプですので、断熱材を入れて、まあ、そこにあのソーラーパネルを乗っけることで熱を持たせない、うん、まあ、ボディからの熱をこう上に上げないっていう感じですかね。まあ、そうすることによってね、冬場も若干ね断熱効果が多分あると思うんですよ。若干だね。若干、いや結構あるかもしれない結構、まあ普通皆さんあの天井をさベリベリって剥がして、うん、あの室内側に断熱貼ったりするんですけど、うん、まあうちやってないので、うん、まあ、今のところその暑さっていうのはそこまで感じないんですけど、まあ、鈍感なのかわかんないけど暑いけ、いや暑いんじゃない、だってさ暑いよ、いや暑いよ、うん、暑いみたいです、うん、それではですね、本日あの使用する道具になるんですけど紹介しようと思います。まず先ほどの超強力両面耐熱用ですね。お次はボンド、キッチンパネル用で、キッチンパネル用なんですけど、これですね、あの僕たち仕事で結構使うんですけど、ツルツルした面にまあ貼り付けるようで使われるボンドなんですよ。でソーラーの後ろもツルツルしてましたので、まあ、ちょうどいいかなということでこれを選びました。であとは、ソーラーパネルの縁にあの付ける用のシリコンで、マスキングテープで、コーキングウェラで、あとはあの線を止める、なんて言うんだろうこれね、うん、をサイズ違いのものを3つ、あとは家にあったインシュロックとコーキングガン、
で最後に防水テープで、防水テープはあのソーラーパネルにハトメがついてるんですよ。でそこからも水が漏れやすいということで、そこの 裏の方にですね、この防水テープをペタッと貼って、裏にこうねペタッと貼って、うん、上からコーキングでそのハトメ部分を防水処理しようかなと思いまして、うん、一応防水テープ、まあ、多分これでもマスキングテープでもいいかもね。別にコーキングを上から塗るからコーキングは下に行かなければいいわけだからさ、うん、ですね。以上です。はい、最初に紹介した、ね、はい、あとは最初に紹介した、5ミリ厚みの断熱材ですね、はい、後ろが両面テープになってて上がツルツルのアルミになってるやつです、うん、はい。あっ、何度あんのかなこれ。これえげつないよこれ。これ無理。だってこんな時期にするもんじゃないでしょ。うん、これ無理俺。ちょっと秘密兵器持ってくるわ。あざすぎて秘密兵器がそれ。そう。スタイロフォーム。今日はね、でも曇りだから昨日がすごかったのよね。うん、昨日すごかったね。昨日しようかと思ってたんだけど、まあ、1日ずらしてよかったかも。いいね。うん、思ったより全然出ないね、うん、もうちょっとこう横が出るかなと思ったんだけど、うん、結構いいぐらい。いいそう。そういう持ち方をするとパキッて。そうそう。いいよって。何度もいい言わないで。よって言ってもらった。いい。はい。断熱したところと、備えところと、うん、座れるもんね。言うよね、本当に。いいじゃん、楽しんだ方がいいよ。山の高い方に全部両面テープを貼っていって、なんで？それで、あのボンドをつけてから貼り付けるんですけど、うん、貼り付ける前にあのソーラーパネルのハトメのところを裏にさ、あの防水テープを貼って、で防水加工を施そうと思います。両面テープ意外に足りたね。え、それ何個目？今これ2つ目。2つ目、でも3つで、3つ買っててよかったね。うん、で一応計算通りだったんだって。うん、でこのソーラーパネルの裏にですね、こうやってハトメのところに防水テープを貼ったらいいみたいですよ。中に水が入らないんだって。四隅だけでいいの？うん、四隅、いや、ここも。ああ、そこにね。そう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 、なるほど。この部分ここにあるっていうことですね。ペタッツに塗ってもらって今、うん、で上からこう見たような感じの時にそっち側を揃えてもらいたい。合わせるね。あ、今いいよ、今いいよ、うん、うん、今パネルの位置が決まりましたので、片面貼り付けるためにまず両面テープを剥いで、このボンドをですね、キッチンパネルボンドを塗って、
とりあえず1枚貼り付けます。いい、なんか言ってるから、ここがここどうやったところが楽しそうに見えるんだよ。めっちゃ楽しそうだよ。大丈夫？え、俺の方から先に落とすからさ、うん、そっちずっと持ち上げて。オッケー。どんぐらいしてね、どんぐらい。まだまだ持ち上げて、まだ持ち上げて。まだ持ち上げて。うん。まだ持ち上げて、ずっとこっち奥ね。うん。ちょっとゆっくり下げて。あ、おっさ。いいでしょ。いいね。いいでしょ。晴れた晴れた。あと半分も一旦こうやって印をしようかな。反対側というか、もう片方も同じようにしていってます。いい？はい、はい。また俺の方からね。もう一個。この時は両面テープを貼ればよかった。この次の作業は真ん中のコーキングを打ちます。この少し空いてる部分にってことだよね。そうそうそう、コーキングを打ちます。とりあえず真ん中の方は先に打っとかないと後でも乗りたくないので、うん、先に打って、あと際を全部回りたいと思います。鳴らすの？うん。こっちにもコーキングを打ちます。あ、ほんとだ、こっからがね、なんだこれ、こっからが全然ひっつかない。なんだろう、これが精一杯。なんかここが全然ひっつかなくなるの。あ、もう塗って取るの、うん、マスキングテープ。あ、そこでちぎって。あ、いい、いい、いい、よいしょ。プロだから見えない。ここも待てじゃない、コーキングね、コーキングヘラで。あ、コーキングヘラだった。今コーキングヘラで撫でて、こうやって綺麗に埋まりました。で、無駄こんだけの無駄が出ました。しょうがない、しょうがない。こっちめっちゃ綺麗。ちょっと見にくいかもしれないけど、どう写したら綺麗に見えるかな。現在14時16分で32度。
深井くんが出てますね。休憩時間です。スイカを食べて水分補給しましょう。はい、暑い暑い暑いよ。いただきます。うん、うん、36度。うん、うん、暑い。おいしい。もう塩かけたよ。うん、お次はですね、配線を引き込む準備をしようと思います。このですね、テールランプの後ろから引き込みをされている YouTuber さんがいらっしゃいまして、それを参考にさせていただきます。それではテールランプを取り外したいと思います。2箇所取ったら取れるっていうことでしたよね。お、来た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 。うわぁ、すが本当だ、感動。あった、次は、うん、ほら、取れた取れた取れた。うん、よいしょ。はい、こんな感じで切れました。こんぐらいあればせんも通るわ。はい、それではですね、配線の方をちょっとしていこうと思うんですけど、プラスの方はですね、両方に逆流防止ダイオードというのを先につけます。これを2つですね。じゃないと、あの並列の場合は、例えばこっちが影になって片方が火が出ている時に、あの照ってる方から火が照ってない方にこう逆流して電気が故障の原因になったりするらしいんですよ。なのでそれを防ぐためのダイオードですね。カチ、結構きつい。でそれが2つ、カチで、お次は並列横ネクタ、これをこっちに刺します。これもこっちに刺します。今これが2つがプラス側です。はい、お次は30アンペアのヒューズです。これを刺します。次は並列用のマイナス側のコネクターです。こっちに入れて、あ、上げないで、上げたら見えない。これは反対を向くからこっちでいいかな。これでよいしょ。はい、 OK です。ではとかって言うし、お次は延長ケーブルを挿します。でこれをあの車内の方に引き込みます。こっちがプラス側、でこれも部屋の中にね、でこれがマイナス側、
結構大変な作業だよね。うん、また一番暑い時にしてるからね、うん、なおさらだよね。上の方をまとめてな、こういう風にここを沿わして落としてきました。で、この車内の引き込みなんですけど、まあ、今中にこれがワイヤーが見えてるんですけどね、ここの中のパネルを取って、ここの上からとりあえずちょっと出してみようかなと思います。出して、ここの上から出して、ここの中に入れて、棚の上をね、で向こうに落とそうかなと。途中にスイッチもつけないといけないので、なんか一旦上に上げて途中でスイッチをつけてから落とすっていう感じですね。この状態でしまうの、もうこの状態で多分入ると思うんだけどな。うん、ちょっと重すぎたけど、うん、いいんじゃないけ、うん、このぐらい。これだと圧の中に入れてあげればさ、うん、お次はこれを戻します。ここね、ここを刺して、それで切った穴に通してあげて、ここを、あ、ここもうちょっと締めるのちょっと早かったわなもうちょっと余裕を持たさないといけなかった。ちょっとここいい、あ、来るじゃん、こんぐらいでいい。それでこれちょっと難しいね、この状態で入れないといけないでしょ、うん、はい、お次はこの線を棚の中に入れようと思います。綺麗じゃの、うん、綺麗だね。ね。その後に出来上がった。これはまいった。中にも直して。はい。それではですね、車の天井にソーラーを取り付けました。うん、まあ、かれこれどんぐらいだろう。4時間、5時間。5時間ぐらいはかかった。まあ、撮影しながらだからどうしても時間かかるよね、うん、結構大変でした、はい、っていうか暑かったですただただ暑いっていう、はい、とりあえずですね、ソーラーの取り付けの方は、うん、あとプラス線の方に間にスイッチを入れれば OK ということです、うん、でそのスイッチを入れ終わった後は走行充電器の、PV プラスとネガティブの方につなぐだけですね。ソーラーの方は、うん、で、ソーラーパネルは終わりです、はい、で、その後は走行充電器を組み上げるっていう感じですね。で、とりあえず今日はもう時間的にもうね、終わりの時間なんで、もう定時なんで、はい、終わりとして終了です、まあ、そうそう、これから先残業になっちゃうんで、で、まあ、次回スイッチを取り付けてですね、サブバッテリーの方を組み上げたいと思います、はい、疲れました。疲れたね。私してないけど疲れたもんねこの暑さに疲れるね、やっぱね、疲れるね。慣れないことするからさ、特には疲れますね、何もしてないのに、はい、まあとりあえずソーラーの方は試験の方はやって、まあ、うまくいったんですけど、まあ、コーキングでもつけてるので天井に、でこれで、まあ、動かなかったらもうねなくしかないってところなんですけど、まあ一旦またテストをして、まあ、どうかっていうところですね。はいはい、はいということで、はい、まあ、今回の動画が良かったらいいねと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう、はい、バイバイ。バイバイ。
Take me back to those easy summer days when we stopped at nothing, babe. Yeah, we stopped at nothing, baby. They couldn't take us, they couldn't change us, they couldn't catch us if they tried. Now